フロリダ -3000N は中国公典鍵集団講師が開発した近接防空ミサイル。中国人民解放軍海軍では HHQ-10 として正式化されている。本システムは HQ-7 個間防空ミサイルと730型 CIWS の中間的な射程を有し、これらを補完することを目的に開発された。開発にあたっては、 同様のコンセプトの下で、アメリカ合衆国のゼネラルダイナミクス社とドイツの DLBGT 社が開発したラムがモデルとされており、外観上も類似している。このような要請に基づき、本システムは3秒未満の間隔での速射及び発射後ロック音が可能で、海面から1.5メートル以上の高度を飛行する、目標を迎撃することができる。本システムは、 970型試験艦、花田港での試験を経て、まず2012年9月に収益した航空母艦、両姉に搭載された。試験時には、ラムのマーク 49GMLS に類似した24連装発射機と18連装発射機が使用されたが、両姉には18連装発射機のみが搭載された。 また、その後、2013年3月に収益を開始したレイコロガタコルベットには、より小型の8連装発射機が搭載された。ありがとうございます。